ニューヨークの老舗スーパーザバーズ。チーズ、パン、ハム、ソーセージなどデリカテッセン的なお店です。わあ、こういう店でさ、サンドイッチとか作ってくれるのかな。それで、うん、あ、そうか。なんかセントジョンズウッドっていう自分が住んでた町で、おう、なんか肉屋さんがサンドイッチ作ってくれるのがあって、なんか俺それこそカツと似てるんだけど、ブリックレーンのところでパストラミじゃなくて、なんかあの、うん、ローストビーフみたいなのを切ってるサンドイッチを前食べたけど、はいはい、うん、なんかそういうのが美味しいよね、なんか。オリジナル T シャツ。2階は雑貨のフロアでした。ザバーズ。ギア系が結構心地なんだね。マンション仲間、元 NTT の、あ、NTT のマンション仲間がいて、なんか市ヶ谷に買ってて、そう、ケーキもあった。6000万ぐらい買ったのが9000とかになってて、で、それを担保にパルミフラッグって知ってる？オリンピック跡、オリンピック村跡。うん、サーモン等のお魚。ここではでもみんなきっとサーモン単体をもら切ってもらってるのか。惣菜も、うん、なんかあっちベーグルあった。うん、いや、なんかそれもいいね。なんかこの辺、あ、そうそう、売ってたね。あるんだよ。全然でもね、見たいだけだから大丈夫よ。パンコーナーってテンション上がる。ホタトロール、あ、ここってやね、写真だけだ。あ、そうね。あ、でもホールウィー、そこにもあるね、はい、